どの任務でもいいぜ。始めるか。まあ大丈夫でしょう。俺たち最強だし。助けに来たよ。弱い奴らに気を使うのは疲れるよ。ほんと。サトル、弱い者いじめは良くないよ。弱者生存。それがあるべき社会の姿さ。この任務はお前たち二人に行ってもらう。依頼は二つ。聖少体、天元様との適合者、その少女の護衛と抹消だ。失敗すればその影響は一般社会にまで及ぶ。心してかかれ。いいぜ、その話受けてやる。相手は五条家のボンだぞ。のこのこ出て行ったところで何もできねえさ。まずはバカどもを使って削る。チッ、頼むぜ、術師殺し。あ、そうだ、めぐみは元気か。誰だっけ。光線の結界内だ。サトル、本当にお疲れ。二度とごめんだ、ガキのお守りは。あんた、どっかで会ったか。気にすんな、俺も苦手だ。男の名前覚えんのは。どの任務に行こうか、始めよう。これでいいのかい。いいぜ、受けてやる。セーターに安全ピン通したみたいなもんだよ。マジで問題ない。それより玉内優先。あいつの相手は俺にする。スグルたちは先に天元様のところへ行ってくれ。サト、油断するなよ。誰に言ってんだよ。できればお前はさっきまで仕留めたかったんだが、なまった。天内の懸賞金はもう取り下げられたぞ、間抜け。俺が取り下げたんだよ、痩せ我慢。お前みたいに隙がない奴には緩急つけて偽のゴールをいくつか作ってやるんだ。懸賞金の時間制限がなければお前は最後まで術式解かなかったと思うぜ。あっそう。そろそろ。こいつ何かおかしいと思ったら、呪力が全くない。呪力のフィジカルギフテッド。味方
諦めんよ。回り切って行けよ。固定しろ。相手を崩す。驚いた。走るまで遊んでやる。なかなかのパワーだ。問題ない。上がガラガラ。ガラの霊威力だ。今なら見逃してやる。固定しろ。ほら、手加減なんてしねえ。地獄まで落ちてやる。しないだ。殺す。まずっていない。術式順天、出力最大。青遮蔽物なし、奇襲はできない。これは妖刀。着みてえに使おうってわけね。資格もできた。もう一度青で。いや待て、あいつの狙いは合わない。手ぶらの俺も気取る勘の良さだが、ようやく術式頼りの守りに回ったな。どの任務に行こうか。始めよう。これでいいのかい。よし行こうか。ここが。ああ、天元様の膝元。国内主要結界の規定、厚生宮本殿。階段を降りたら門をくぐってあの胎児の根元まで行くんだ。廊下まで天元様が守ってくれる。それか引き返して黒井さんと一緒に家に帰ろう。君と会う前に悟との話し合いは済んでる。星翔隊のガキが同化を拒んだ時、そん時は同化なし。いいのかい。天元様と戦うことになるかもしれない。ビビってんの。大丈夫、なんとかなるって。私たちは最強なんだ。リコちゃんがどんな選択をしようと、君の未来は私たちが保証する。私は生まれた時から特別で、みんなとは違うって言われ続けて、私にとっては特別が普通で、危ないことはなるべく避けてこの日のために生きてきた。だから廊下でみんなと離れ離れになっても大丈夫って思ってた。でもやっぱりもっとみんなと一緒にいたい。もっとみんなといろんなところに行っていろんなものを見て、もっと。帰ろう、リコちゃん。リコちゃん。
はい、お疲れ。解散、解散。なんでお前がここにいる？ああ、なんでって。ああ、そういう意味ね。五条悟は俺が殺した。そうか、死ね。調子出てきた。なぜ構成部の扉が分かった。私たちはけほども残影を残さなかった。人間が残す痕跡は残影だけじゃない。集積、積積、土管も自爆で底上げされてもね。途中に女性が一人いたはずだ。彼女はどうした？ああ、あのメイドか。多分死んでる。いかずに殺す気もなかったけどね。運良きゃ生きてんだね。やはり死ぬ。死ぬ。よそ見かい。来いよ。突き上げろ。気をつけろ。上がガラキだ。逃がさねえ。調子出てきた。なぜ構成軍を続く扉が分かった。私たちはけほども残影を残す。人間が残す痕跡は残影だけじゃねえ。集積、即席、五感も呪縛で底上げされてんだよ。途中に女性が一人いたはずだ。彼女はどうした？ああ、あのメイドか。ただ死んでる。生かす気も殺す気もなかったけどね。運よきゃ生きてんじゃね。そう、やはりお前は死ね。これはどうだい？かぁ！お手調べだ。逃がさねえ。本気かい？いや、ここからは手加減しない。お手調べだ。驚いたか？そこめい。まだまだだな。隙を作ろう。上がガラスかな。ほらよ。これはどうだい？上がガラ空きだな。お手調べだ。ここからは私の番だ。逃がさねえ。お手調べだ。驚いたか？おい、お手調べだ。これで待つぜ。これはどうだ。見込む。ほらよ。これで決める。行け、交流。やりすぎたか。ただ働きなんてごめんだね。バカな。終わりだな。お前がな。能力は特殊だが呪霊自体は強くない。取り込める。武器庫は抑えた。あとは物量でゴリ。術師なら死なねえ程度に切った。式神使いなら殺したが、呪霊操術となるとな。お前の死後、取り込んでた呪霊がどうなるかわからん。ここで面倒事は避けたい。親に恵まれたな。だがその恵まれたお前らが
呪術も使えねえ俺みたいな猿に負けたってこと。長生きしたきゃ忘れんな。ああ、恵みって、そうだったそうだった、俺が名付けたんだった。どの任務でもいいぜ、始めるか。これでいいよな、さっさと終わらせるか。よう、久しぶり。マジか。おお、マジ。元気ピンピンだよ。反転術式。せっかい。俺も今までできたことねえよ。だが死に際で掴んだ呪力の核心。お前の敗因は俺を首ちょんぱしなかったことと、頭をぶっ刺すのにあの呪具を使わなかったこと。敗因？勝負はこれからだろ。ああ、そうか、そうだな。そうかもな！無駄には見逃してもらえる。肉弾戦でも負けねえよ。今はただ天上天下唯一。術式反転バカ。よく発せ。いい攻撃だ。と、覚悟した。上がガラキャン終わりだ。入ってねえよ。次に決まって。よっ。引き寄せつ終わりって。何倒せねえよ。いっと。来いよ。いい攻撃だ。来いよ。順天と反転、それぞれの無限を衝突させることで生成される仮想の質量を失う挙式。紫だるいな。違和感。ただ働きなんてごめんだね。いつもの俺ならそう言ってとんずらこいた。だが目の前には覚醒した無加減呪術の使い手、おそらく現代最強となった術師。否定したくなった。ねじ伏せてみたくなった。俺を否定した全員家、呪術界、その頂点を。自分を肯定するためにいつもの自分を曲げちまった。その時点で負けていた。それは捨てたろ。自分も他人も尊ぶことない、そういう生き方を選んだんだろうが。最後に言い残すことはあるか。ねえよ。3年もしたら俺の
ガキが全員家に売られる。好きにしろ。遅かったな、スグル。いや、早い方か。サトル、だよな。何があった？ショウコには会えたんだな。ああ、直してもらった。私は問題ない。私に問題がなくても仕方ないな。俺がしくった。お前は悪くない。戻ろう。すぐれ。こいつら殺すか？今の俺なら多分何も感じない。いい。意味がない。意味ね。それ、本当に必要か？大事なことだ。特に、術師にはな。任務でもいいぜ。始めるか。その夏は忙しかった。昨年頻発した災害の影響もあったのだろう。宇治のように呪霊が湧いた。払う、取り込む、その繰り返し。みんなは知らない呪霊の味。吐砂物を処理した雑巾を丸飲みしているような。誰のために？あの日から自分に言い聞かせている。私が見たものは何も珍しくない。周知の醜悪。サルメ、自分にできることを精一杯頑張るのは気持ちがいいです。知ってる？術師からは呪霊は生まれないんだよ。じゃあ非術師を皆殺しにすればいいじゃないですか。ゲトウ君、それはありだ。え、いや、非術師を間引き続け、生存戦略として術師に適応してもらう。要は進化を促すの。鳥たちが翼を得たように。非術師を見下す君、それを否定する君、どちらを本音にするのかは君がこれから選択するんだよ。くそ！術師というマラソンゲーム、その果てにあるのが仲間の屍の山だとしたら。これは何ですか？何とは？この二人が一連の事件の原因でしょうか？違います。皆さん一旦外に出ましょうか。説明しろ、スグル。非術師殺して術師だけの世界を作る？無理に決まってんだろ！傲慢だな。君にならできるだろ、サトル。自分にできることを人にはできやしないと言い聞かせるのか。君は五条サトルだから最強なのか、最強だから五条サトルなのか。何が言いてんだよ。
生き方は決めた。あとは自分にできることを精一杯やるさ。先生、俺強いよね。はあ、生意気にもな。でも俺だけ強くてもダメらしいよ。俺が救えるのは他人に救われる準備があるやつだけだ。伏黒めぐみくんだよね。オッケー、強くなってよ。僕に置いていかれないくらい。五条先生。先生も寝るんだな。当たり前でしょ、何言ってんのあんた。五条先生。お、起きた。ちょっとその椅子高いやつでしょ。呼びつけといて居眠りしないでくださいよ。何笑ってんすか。別に